はい、どうも皆さん、こんにちは、ポジェと申します。今回はですね、ここ、コンテナについてちょっと解説していけたらなと思います。これですね、えー、アクセスレベル5まで来たら、えー、コンテナっていうのを、えー 入手か、あの、入手ができますね。結構多分早めなんじゃないかなと思うんですけど。でですね、このコンテナがボンって出てくると思うんですけど、これ何選んだらいいんだろう。まあ損をしたくないよとか、まあこれが欲しいんだけど、どこれが欲しいっていう人向けは、これ、おすすめはこれだよって話を今日はできたらなと思います。えー、このチャンネルではね、えー、こうやった、あの、基礎的な知識や、えー、ちょっともう一歩上手くなるためのコツとかを、えー、解説しております。今はオースですけど、 はい。ウォースとかね、ポケモンとかをやっていく予定です。よろしくお願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい。それでは行きましょう。まず、えっ、ー、と、おすすめは、えっ、ー、と、結論から言うと、えっ、ー、と、これか、これです。僕のおすすめは。これとこれは、正直僕はいらないと思います。 だから特にこのクレジット重視はいらないと思います。なんでかっていうとですね、このクレジット重視めっちゃしょっぱいんですよ。なので、えっと、お金が足りないよっていう人でも、このクレジット収支は正直おすすめじゃないですね。かなり、まあその本当にお金がないっていう時にはまあいいのかもしれないですけど、仮にあのコンテナで得れるお金を使ったとしても、あの、なんつうんだろうな、多分あんまり、あの、 多分、助からないと思うんですよ。あの <laughs>、もっと足りないと思うんですよね。なので、えっと、ちょっともったいないかなと。他の選択肢に比べて、ちょっともったいない損してる選択肢だと思います。仮にね、お金が足りない人は、なんか、稼ぎ方へっていう動画を僕出しておりますのでね、そちらを参考にしていただければと思います。えー、これはね、一番損してると思います。で、次に、これ。これなんですけど、これ、そもそもスーパーコンテナの確率が少ないのに対して、あの <laughs>、 スーパーコンテナ出てもそんなに美味しくないことの方が多いんですよ。今のスーパーコンテナの中身何なんだろうななんか旗とか、旗50枚とか、エコノミー旗50枚とか、まあ、迷彩とか、そういうのが出てきてくれたりすると思うんですけど、これ、この辺の50枚とかが出てきたりしてくれると思うんですけど、正直、か仮にこの辺欲しいんだとしたら多分信号機旗を上げた方がいいですし、まあ、迷彩も、 多分、あの、明細よりも旗とかの効果の方が今なんか若干でかいですし、仮に、仮に、あの、明細が欲しかったとしたら、多分僕は武器庫で買いますね。武器庫の、こういう明細、特になんだろうな、まあこ、これ、この辺とか、この辺とか、これ、これはちょっと微妙ですね。まあ、これとかこれとか、だと思うんですけどね。で、これ高いじゃないですか。高いからクーポンで買うんですよ。 クーポンでこうやって明細の、えっと25、25%オフっていうのが、まあ、なんだっけ。まちょ、ちょいちょい一個更新でくるんですよね。で、このめ、その、クーポンがある分だけ、明細買うみたいな。多分、それぐらいでいいと思うんだよなだし、最初の頃は、多分、明細とかも、もちろん付けてってもいいんですけど、それよりもなんか、楽しんで、たくさん回してもらった方が、多分、経験値も稼げるし、うん、クレジットも稼げていけると思うのでね。 多分、このコンテナで、あ、コンテナのこのスパコンに頼ることはなくていいと思います。あの、仮に、このコンテナを選ぶんだ、これを選ぶんだとしたら、あれですね、スパコン来たぜやったぜってなりたい人ですね。が、おすすめです。はい。で、次にですね、えっ、ー、と、じゃあ、僕が一番おすすめなのは、僕はこれがおすすめです。長期的に、たくさんの、あの、なんだろうな。 一回で爆発的な、あ恩恵はないんですけど、あの、ちまちま、ちまちま、あの、特応できるっていうコンテナだと僕は思ってます。これ、えっ、ー、と、石炭が、まあ、400が確定1個で、えっ、ー、と、あと、旗が出たり、えー、ななんやかんやで、あの、石炭が4つだったりするんですけど、とりあえず、その、こうやって開けると、ここが石炭で確定、残り2つがなんか、まあ、ランダムで何か手に入るみたいな。今回は、 経経験験値値 XP XP 旗旗とフリー経験値 X P 旗だったんんんででですすけどこんな感じで出てくるんですねもうこれだけでも旗同時に溜まっていくんですけど。で、あのね、石炭の価値が結構高いんですよ。この石炭ですね。で、なんで高いかっていうと、やっぱさっきの明細も得れますし、あとは、まあ、信号機も得ようと思ったら得ることができますね。クレジットでも買えますけどね。僕はもうクレジットでも買っちゃいますけど。 こうやってクーポン使って、旗の場合はあの50%オフとかあるんで、こうやって石炭で買うこともできるし、特殊、なんかちょっと,と特別なアップグレードも買うことができるし、何よりもこうやって鑑定を買うことができるっていうのが結構でかいですよね。で、この子たちはプレカンに扱いになるので、これとかちょっと違うんだけど、この辺とかプレカン扱いになるので、プレカンっていうことは何がいいかっていうと、クレジット収支も美味しいと。 いうところで、えー、石炭で何もかもが今手に入るんですけど、石炭を得れる入手が、得れる入手方法がめちゃくちゃ少ないんですよ。ランク戦やるとか、ランク戦やるじゃない、ランク戦じゃないな。えっと、まあ、ランク戦でもできるんですけど、えっと、石炭を入手する方法が、鉱鉄から引き換えるか石炭を入手するかの今2択しかないんですよ。で、えっと、鉱鉄を得る手段っていうのが、えー、ランク戦クラン戦。あと、特殊なイベント。しかない状態です。 で、まあだから、鉱鉄が、まあ、余りがちなんですけど、あの、さ、クラン戦とか、ランク戦とかちゃんとやってる人にとってはね。ただ、やっぱ、得れる機会が少ない。そして、課金では今のところまだ手に入らない。なんか、っていうところで、やっぱ貴重、貴重なので、あんまり石炭に移行したくないんですよね。ここのレートも、あの、1鉱鉄10石炭で、あんまり美味しくないんですよ、レート的に。ってなると、石炭、こんなに、えっ、ー、と、 迷彩も得れて、信号機も得れて、アップグレードも得れて、あの、旗も得れて、船も得れるのに、得れる手段が、えっ、ー、と、ランクセンスプリントっていうモードとか、あと、えー、まあ、ちま、あの、高鉄よりはあるんですけど、例えば、今、あの、研究局の,の潜水艦のやつ来てますけど、これハズレが、あの、500の石炭ですよね、とかあるんですけど、えっ、ー、と、まず、課金ではまず手に入れられないんですね、今のところ。 で、イベント系以外で入手する方法が、この日々のこのコンテナでしか手に入ることができないんですよ。こんなに有用なのに、このコンテナでしか手に入らないと、あの、毎日なの。なので、えっと、あの、基本的にはコンテナでこの石炭を得てあげた方が僕はいいなと思います。で、ちょっと消えちゃったんですけど、えっと、信号機ですね。あの、信号機は、 あの、信号、旗が本当に足りない、たくさん旗が欲しいよっていう人は一番おすすめの選択肢になってます。最初僕リソースコンテナっていうのがなかったんですよね、この本で実装された時に。で、リソースコンテナっていうのが出てきたから僕は、あの、リソースコンテナをずっと選んできてるんですけど、あの、それまでは、あの、旗を選びまくってました。その結果こうなりました。あの、 旗が結構潤沢に。まあ、その後、あの、石炭コンテナからボコボコって、さっきみたいに出て、で、あんまりランダム線では使わないようにしよう、みたいな感じの節約志向で言ったらこうなったんですけど、もうこれだけちょっとある事件があって減ってるんですけど。なので、旗をちょっと集めたい。あの、ランダム線で、あの、問題なく旗が使えれるようになりたいよっていう人は、とりあえず、節約と、えっ、ー、と、旗コンテナを開けるっていうのを、しばらく続けてってもらえれば、多分旗潤沢で、多分問題ないかなっていうぐらい溜まってくれると思います。 うん、こんな感じでたまると思います。で、まあ、旗はもう十分だよっていう人は、リソースコンテナで、あのー、はい、石炭を集めていっていただける方が、まあ、このゲあの、コンテナに関しては損しないんじゃないかなと思います。まあ、もしね、あの、ロマンを追求したい人は、あのー、運試しコンテナでもいいと思いますけど、僕、運試しコンテナは、あの、運試しコンテナね、あのね、外れで一回、なんかね、900石炭みたいなのもらえるときがあるんですよ。 僕、それが一番当たりかなと思うんですけど、あの、あの、石炭コンテナあって、400確定なんですけど、まあ、400、400で2つ出たとしても800なのに対して、まあ、あの、外れの、あの、運試しコンテナで、なんか900ぐらい手に入るんで、それが一番当たりかなって思ってるんですけど、ただ、やっぱ、安定的に手に入った方が、あの、長期的な目で言うと、あの、た、たくさん溜まっていくので、僕は多分リソースコンテナを今後も開け続けると思います。石炭がやっぱり、 大事ですね、このゲーム。石炭鋼鉄がやっぱりなんだかんだ大事なので、まあ全部大事なんですけど <laughs>、はい。ただ量産できないんですね、この二つは。まあ研究ポイントもちょっと量産厳しいですけど。というところで、僕は多分リソースコンテナを今後もちまち開け続けて、石炭を貯めて、ああ、なんか、これ欲しいな、ポチってできるような感じでゲームプレイをしていくと思いますのでね。まあ皆さんもあの、 選んで、あの、どれがいいかなっていうのを今の自分に照らし合わせて、えー、コンテナを選んでいただければなと思います。多分、クレジットコンテナはやめようって話でしたね。はい。また振り返ります。まず、僕一番おすすめなのは石炭、リソースコンテナです。なんでかっていうと、コンテナの価値が高いのに対して、えー、得れる機会が少ないからですね。はい。次。で、信号機旗。信号機旗は、あの、信号機をたくさん、あの、 ちょっと在庫を持ちたいみたいな、ちょっと少ないと不安だっていう人におすすめですね。でもこんなに貯めなくていいと思いますけどね。<laughs> 使い切れないんで <laughs>。はい。で、えー、まあ、あの、3番目の選択肢としては、えー、運試しコンテナ。あの、はい、あの、やったぜってなりたい人向けです。で、クレジットコンテナは今のところの仕様だと僕は、あの、開けなくていいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。パチュアでした。バイバイ。